はい、じゃあ 針とそれからこれ何、木くず弁の中から出てきますね。弁の中から出てきますね。クリちゃん、四つ四つでハイネズミのクリちゃん、これはね、うんちが書かれてきた。だから木くずみたいな、木くず、床材、これなんだろうね、わかんない。床材も食べる子いるからさ、こんな感じじゃないですか、床材って。で、今このテレビ画面出してるのがね、緑っぽいところの便を取って、それであのなんだっけ、あったかい生理食塩水と混ぜて400倍に拡大してます。そうすると、よく見るとここに動いてるの分かります？長細いのとか丸いのが、もぞ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 、これ細菌です。で、これ正常ですよ、細菌動いてていいです。で、ここであのこの画面を横切る動きをする原虫、いる子結構いるんですよ、四つ指の子はね。でもこの子は、原虫はこの弁にはいなさそうですね。もうちょっといろんな画面見てきますけどね。まあこれは分解です。ちょっとこれはもうちょっと崩さんと見えないんだけど、原虫がいるとね、ほんと気持ち悪いぐらい動くからさ。で、まあ出やすいのは同じ弁でもさ、ちょっと柔らかいとことかね、そういうとこで出やすいですね。でも今は柔らかいとこなかったから、まあ緑のところで最近動いてますよね、結構。目が慣れてくると分かると思うんだけど、ちょっと動きが大きいかな。今できました。はい、うん、置いていて、ちょっとじゃあここに置いていて。はい、わかりました。これはもうちょっと何だろう。あ、かかるけます。洗いにしておいて。はい。で、これで倍率を読めますね。で、まあさっき400倍ね、今度40倍まで倍率を下げました。今度寄生虫の卵、海虫とか甲虫とか便虫とか、それとあともう原虫のもう一種類、コクシジウムっていうのは見つけることができますけど、いません。それから便の未消化反応。まあだね、未消化反応そんなにですね。こっちは脂肪の未消化だけど、こちらもなさそうですね。はい、で、あと浮遊法。浮遊法っていうのは、下うんちを、まあ、全部じゃないけど、ある程度集めて、比重の重たい液体に溶かして、10分置いて上に溜まってきたやつ。あ、比重が重たい液体の中に混ぜると、卵が浮いてくるんですよね。で、その上積みをちょっと作ってきて、これがあの寄生虫の卵の結構、検出率が高い検査なんですけど、コクシジウムとかね、違うね。あの寄生虫がいるとね、まあ海中は丸いし、他のやつだと楕円形の二重の円が、ちっちゃい円が見える。これは空気です。でも感じとしてはそんな感じで見えるんですけど、いません。寄生虫いないと思います。で、さっき吹きも大丈夫だったもんね。ただちょっとだけ、はい、いい音が出てる。